情報デザインは人間と物や環境との関係性に形を与える方法論、生活の中に溢れる無数の情報を分かりやすく提示する手法、あるいはそれらの考え方。この用語は単に魅力的または芸術的な表現ではなく情報を効果的に表示するためのグラフィックデザインの分野で特に使用されるようになった。情報デザインは データ視格化の分野と密接に関連しており、多くの場合、グラフィックデザインコースの一部として教えられている。情報デザインは説明のデザインであり、時に宇宙の事実を説明し、知識と情報に基づいた行動につながる。情報デザインは、情報を対象者に的確に伝えるための手法である。情報社会といわれる現代において、情報の伝わり方によって、 情報格差が生じ、実生活にも大きな差別を生み出す。すべての人に同じように情報を伝えなくてはならないが、受け手の条件によって情報の伝わり方及び理解の仕方が異なる。情報をどのように企画、設計、加工し、どのような方法で伝播するかを考えることだ。情報には、体積、重量、密度、鮮度がある。情報受け手に、 情報消化能力差がある。チャールズ・ジョセフ・ミナードによる1861年のナポレオンの3月の図情報グラフィックの初期の例。情報は人間の行動に大きな影響を与える。パソコンのデザイン力とインターネットの発信力によって個人が自由に情報を発信できるようになった。そのため情報の品質が極度に落ちたと思える。時には 悪意を持った作為的な情報も発信されている。情報デザインは技術の時代に関連しているが歴史的なルーツを持つ。最新の情報設計の初期の例には次の効果的な例が挙げられる。障害調整寿命年の視覚的定義インドのバンガロールからの発射頻度の可視化。エティエン・ヌ・ジュール・マレーの作品に基づく電話帳や様々なガイドブックの情報デザインを手掛けた。 アメリカ人の建築家、グラフィックデザイナーリチャード、ソウル・ワーマンによれば、情報は無限に近いくらい存在するが、情報を整理する方法の基準は、下記の5つしか存在しない。場所アルファベット順次間、カテゴリー階層これを、彼は、究極の5個々の帽子掛けと呼んでいる。シンプルさは、情報設計における主要な関心事であり、目的は、明快さである。メッセージの単純化は、 量的な削減を意味する場合があるが、限定はされない。情報が多くなるほど、明確さが増すこともありまた単純さは、非常に主観的な問題であり、常に情報ユーザーを念頭に置いて評価する必要がある。設計に関しては真実を伝える、複雑にしないでおくなど、簡単な手順に従うと明確である。これらの手順は、情報設計者が結果を絞り込むのに役立つだけでなく、 視聴者を引きつけるのに役立つ。ありがとうございます。